フリーアナウンサーの丸岡いずみが14日、カンテレのお笑いワイドショー、マルコポロリに出演し、読売テレビ、情報ライブ、宮根屋に出演していた時に、宮根誠司アナからアドリブ攻めの質問をされたことを振り返り、仲が立った、やりにくかったと訴えた。番組 MC の東野浩二が、宮根アナのアドリブ攻めについて嫌だったかを尋ねた。丸岡アナは、最初はなんだろうこの人はって感じでしたと当惑したことを述べた。宮根アナの質問の中で、一番どうでもいいと思ったことは、僕ら1年半もやってるのに電話番号も知らないよねというものだったという。丸岡アナは、電波で聞いてきたので仲が立ってと、不快そうな表情。用事ないですからねと答えたという。するとスタッフから、それはちょっとひどいんじゃないのと言われた。宮根アナは大阪の読売テレビから、丸岡アナは東京の日本テレビからでのやりとりだった。アズマノがその点を尋ねた。丸岡アナは、次のニュースの準備もあるので、報道フロアの真ん中でやってるんです。人が行き来してるし、報道局長とかが並んでいる席も、後ろにあって空気感が全然違うんですと、日テレの報道フロアでは緊張感が漂っていたことを明かした。アズマノが、読売テレビは大阪のノリで、いいけど日本テレビは違う。頼むぞ丸岡のようなと補足すると、丸岡アナは、そうです。そういう空気感が伝わってくるので、すごいやりにくかったと述べた。